こんにちは。こんにちは。ようこそ日本航空工場見学スカイミュージアムにご来館いただきまして誠にありがとうございます。はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日はですね、JAL の工場見学やってきましたね。うん、整備工場とかいろいろ見させていただきましょう。はい、楽しみだね。うん、じゃあ行こう。ではまず最初にですね、はい、飛行機を誘導するマーサラーのところで、はい、実際マーサラーのお仕事やってみましょうか。はいはい、すごいね、はい、開けてて、すごい明るいね、ここね。飛行場みたい。ああ、なんかなってる。はい、黄色になったら始まります。飛行機来るんじゃないのこれ。すごい。あ、来たよ。はい、あ、誘導して。もうちょっとかな。あ、停止。おお。はい、おー、よくできたって。あー、よかったよかった。お疲れ様でした。すごい。なぜ飛行機は出発時に車両に押してもらうんでしょう。うん。答えは答えはなぜだと思う。あ、その前聞かなかった。飛行機は自分ではバックできないためなんだ。なるほどね、そうなんだ。飛行機はエンジンの力がタイヤに伝わって動くのではなく、エンジンが後ろに吹き出す風の力で進む。そのため飛行機をバックすることができるので、ね、トイングカーが誘導路まで押し進みます。なるほど、なるほどね。そうだったんだ。うん、トイングカーってこれですね。空港でよくね、見ると思います。あ、確かに。はい、お、制服体験やらせてもらいます。はい、すごい。ジェシー君、パイロットになってみませんか。おすごい。はい、すごい。早速着てみましょう。お、かっこいい。おかっこいいよ。すごい。おー、いいね、かっこいいじゃん。すごい。せっかくの飛行機の前で写真が撮れるようになってます。なるほど、すごいかっこいいよ。はい、すごい。では A 型副操縦士乗り込みましょうか。はい。古い飛行機にはなりますけども、実際のコックピット、はい、訓練に使ってます。こんな感じの地域です。すごいね。操縦桿握れる。はい、やばい、足が届かない実際はあの調節が、うん、あのできるようになっていますけども、はい、すごいね、このケーキの数が。そうですね。現在高度3000フィート上空を飛行中でございますご登場の皆様、冬季あれジェシー君、マッピングで、いろいろな職業に変身が出てしまいますので、はい、その辺に、はい、ちょっと、お、あー、できた。できた。整備士さんになった。すごい。整備士さんになった。もうちょっと、いい顔して、いい顔。もうちょっと前に。もうちょっと前だって。はい。お、また来た。整備士さん。すごい。何でしょう。お、さっき飛行機来た。パイロットさんだ。すごいすごいすごい。こちらにずらーっと並んでいるのは、ずらー、はい、日本航空の客室乗務員の制服ですね。歴代のということですかね。はい、こちらからが、はい、日本航空の1代目から10代目まで。現在は10代目になってますね。すごい。この間飛行機乗っていただいた時はこの制服の客室乗務員が、はい、サービス。おお。Welcome。タイヤ。ボーイング777-200。車輪。大きいね、こんなに。間違えてる？ようこそジャル。ようこそジャル。見学機。うわー、ね、ぶれちゃった。ねんだー。はい、おお、綺麗に落ちました。見学記念だ。うん。よし、OK、全部揃ったかな？うい。
わすごい、わすごい、うわうわ、うわすごい、すごい、これはすごいね。こちらは第二格納庫というところでして、点検ではなくですね、いろいろ理由があって入ってくる飛行機が多いですね。タイヤの交換をしたりとか、あとはですね、何か部品を交換したりといって大変忙しいのがこちらの第二格納庫になってます。すごい。下に降りられるんですね。そうです。おお、ヘルメットお父ちゃんです。おお、降りてきたよ。すごいすごいすごい、やばい、すごい。この黄色いのも入れないので注意してください。はい、あとああいう色がついたマンホールもちょっと凹凸があって危ないので、はい、はい、足を踏み入れないように。大きい。すごいね。すごいよこれ、大迫力だよ。本当だね。そこまで。これは国内線の飛行機でして、ボーイング777ダッシュ200です。さあ、タイヤ何個ありますか？タイヤ数えて。14個だ。前の前です。はい。お腹のところに12個ありますよね。うん、で、前のところに2個。はい。正解です。後ろタイヤ、お腹のタイヤは何してくれるんですか？動く。動く。実はね、ブレーキになるんですよ。あ、そうなんですね。大迫力。翼の中は何が入ってるか知ってますか？何も入ってない。何も入ってない。何も入ってない。さすがにそれは。もう一枚翼がある。出てこなかったっけね、ここよって。飛行機の燃料、燃料がそこに入ってるんですね。はい、翼の中にね入ってます。はぁ、知らなかった。飛行機の方に入ってる。あー、待って、翼の中に入ってたんだ。そうなんですよ。ケロシンっていうですね、はい、左側が赤って決まってるんです。あ、そうなんですね。違う、右側は違う色なんですけど、実は緑のライトがあります。飛行機がどっちに向かって動いてるか、空を飛んでる時も空港で動いてる時も分かるようになっているものになっています。ね、世界中で決まっています。いつもなんか赤と緑の光が空に浮かべるのはこれだったわね。そうです。ここって言ってるのが Wi-Fi、オフィシャルは無料で全部ですね、機内で Wi-Fi が出てる。 Wi-Fi がね、便利だよね。出てるのがこの辺に着陸します。エンジンの形変わってるね。そうです、アメリカでね、今羽田からだとニューヨーク、ニューヨークニューヨークサンフランシスコ、あとはヨーロッパも飛んでますね。この飛行機なんで入ってるかっていうと、あるものがついてないの分かりますか？あ、前の車輪、車輪がついてない。後ろの車輪もないよ。はい、そうなんです。なのでおそらくですね、タイヤの交換と、あとはタイヤを支えている支柱みたいなもんですね、ギアって言いますけど、あれも交換をしたりすることが多いです。ここで、ね、なるほど、定期的にやってます。かかる、かかる。戻ってきたね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はどうでしたか？すごく
よかったです。ね、楽しかったね、はい、ぜひね、またいろいろ飛行機入ってくるので遊びに来てくださいね、はい、お待ちしております。はい、はい、はい、ということで今回はジャルさんの工場見学でした。楽しかったね、うん、すごい近くで飛行機も見れたしね、すごかった ね面白かったですね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバイ、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、よかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。